ますね。ここ。これはね、腰痛によく効くところね。痛い。もう痛い痛い。痛いこんなに痛い。痛い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 。ないとこがどこにもある。60分ずっと痛いと思ってください。痛い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 。ちょっとストップだ。痛い。汗がすっごい。汗がすごく出てくるよね。普通に受けてるだけなんだけども、血行の流れが良くなってくるので、あの皆さん結構汗ばんだりされます、はい、もう汗ばむどころか今私はいお願いします。はい、いいですか。はい、痛い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 。腰痛があるって言ったらね、ここはしっかりしておいた方がいいですからね。マシになってきてるね。じゃあもうちょっといけるかな。痛い胸。ちょっと待ってください。ちょっと待つ。ちょっとすみません。ストップです。はい。はい。お願いします。痛い。痛さ。痛さ。痛さ。全然力は入れてないからね、まだ。マジですか。うん。ついた。あ、痛い。ああ。なんかでも、はい、全力疾走したぐらいの。そうですよね。疲労感。疲労というか何なんだろう。何そのね。疲れ感ね。なんかね、やりきった感が。受けてるだけなんだけどね。私何も力入れてないんですか。そう。痛い。痛い痛い。寝てるだけなんだけどね。でもすあ、痛い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 。すっごい痛い。痛い痛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 い。本当に痛くなるところと痛いところの差が激しいでしょ。ってなるとここばっかりになるんですね。痛い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 。いや反対側の足。はい。だからピンポイントで攻めてるんです。座り仕事とかだったらこう座ってるから圧迫されて痛いんですよ、はい、で立ち仕事の場合だったらこの辺にね筋肉にね負担がかかるんですよね。立ってるときに。ああそうだ。立っても座っても痛い。負担がかかります。うわうわ、よろしくお願いします。よし、はい、行こう。痛い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 。ここ使ったね。
今右足すごい軽くいい感じがするでしょ、うん、今もその体力がないんで痛い、うん、でも痛いよでも、うん、痛い今からお尻をしっかり触っていきます、はい、で頭からこう神経が出てて、はい、お尻の疲れを腰の疲れとか肩甲骨の疲れとして、はい、頭が間違えてしまうこと多いんです、はい、で、なのでここしっかり緩めていきます、はい、で私がわざわざ説明したってことは、はい、そう痛いんです、頑張ってね